はい、こんにちは、ライムです。はい、今回は課金の車種、違うな、マダンの車種、シグバール、キングダムハーツ3シグバールのメダルが出たので、こちらの性能解説いきたいと思います。はい、でね、今回ね、ちょっとなんだ、ちょっと変わっ、良くなった、ガチャ内容としては結構良くなった。まあこれ多分本当にたまたまでしょうけど、気まぐれ値下がりドローで、かつ5回目天井っていう、まあ運営にしてはこれはよくやったと思うすげえ上から言ってるけど、これはよくやったと思う値下がりドローで5回天井なんで、まあまあめちゃ安い、1枚だけ手に入れるのであれば、まあ全然安いですね。いつもとガチャと比較するとね、比較するとかなり安い方なので、はい。でシグバールね、まあキングダムハーツ3やった方はね、もうお分かりでしょうし、まああえて今更別に隠す必要もないから言いますけど、まあルッシュですよね。このルッシュとしてそのうち出る時もおそらく来るんじゃないかなって思ってます。ゼアノートがね、持ったキーブレード持った状態のシグバールっていうかルッシュが出る、いずれは出るんじゃないかなって気がしてますけど、まあ、とりあえず今回は、まだあれですね、13機関メンバーのノーバディとしてのシグバールっぽいですね。はい。といった感じなので、まあ、このメダル、シグバール自体がね、好きですって方はね、結構いらっしゃると思うので、まあ、それ目当てで聞く方はいるでしょう。キャラ愛とかでね。はい。で、ガチャ内容としては、まあ、先ほど言った通りですね、結構お得です。値下がりドローになってて、で、5回目天井なので、で、覚醒専用メダルも1枠ついてて、で、もちろん VIP コイン等もついていますので、はい、このガチャでね、シグバールの覚醒じゃなくて、他のね、ロクサスとかの覚醒に回すっていうのも全然ありでしょうしね。はい。で、シグバールの、今回のシグバールの、まあ一番その、なんだろうな、ポイントとしては、まあここに書いてある通りですね、全属性有利、属性有利不利を問わず、敵がパワー、スピード、マジックのどの属性でも有利時の大ダメージを与えることができると。つまり弱点ですよね。弱点の倍率は確か 1.5 倍だったと思うので、はい、弱点倍率 1.5 倍をどの、属性の敵相手にしても、まあ出ると。まあ、うまく使えば本当だから強いとは思うけどね。バフとデバフのかけ方さえ注意してあげればって感じ。はい。で、性能解説いきます。はい。でね、これがね、ここなんだよね。シグバールで何を一番話したいってここなんだけど、この攻撃力ね、攻撃力がもう25,041なんですよ。わかる？もう、これでもう、あ、そうなんだって思っちゃったんだけど、もう運営にとって攻撃力25,000っていうのは別に何の変哲もない、ただのメダルの攻撃力なんですよ。今までだったら、例えばキーアートナンバー20とか、ソラブリッツホームとか、アンジェリックアンバーだったら、最大攻撃力25,000とか書いてたりとかしたし、で、その通りね、攻撃力がぴったり25,000だったんですよ。あれとかって。アンジェリック・アンバーとソラ・ブリッツ・ホーム、キエト・ナンバー20ってぴったり25,000だったんですよ、最大攻撃力が。ところがこのシグバール、バナーとかにも一切その攻撃力25,000、攻撃力強いよみたいなとこ一切押してこずに、で、さらにこの攻撃力25,041ってことは、もうちょっとずつ、もうこれからちょっとずつ攻撃力上げていくからね、みたいな。もう、この攻撃力25,000が普通ですよ、みたいなことなんですよ、これ。まあ、ロクサスのね、もう3万が出ちゃってるんで、今更25,000が出たからといって別に、騒ぐほどのことでは別にないんだけど、もう25,000以上の攻撃力のメダルはこれで、5枚目か。5枚目なんで、ロクサス含めてね、ロクサス含めて5枚目なんで、まあ、そんな驚くべきことでもないんだけど、もう、なんていうの？そこじゃなくて、もう25,000が普通なんだと。これからは25,000がベースとして、出てくるんだと。だから逆に言うと、もうこれから出てくるメダルが25,000以下のメダルはもう攻撃力低い環境になってくるという感じですよ。
なんで、うん、まあ、そもうだから今もう2万4千とかの2万4千とか2万3千の、まあ、白い服の少年とか、まあ、攻撃力ちょっと高めだねってその当時は言ってましたけど、今もうシグバールが出た時点で、あ、もうこっからもう2万5千の基準になってくるんだってことを見るともう低めですよね。低い、完全に低いで、まあ、さっきマールーシャの話出ましたけど、あれマールーシャの攻撃力2万なんですよ。2万400ぐらい、2万500とかそんぐらいなんですけど、まあ、約4500、ん？そう、4500との差か。すごいよね。これ同じ属性ですよ。同じ属性で、マールーシャもあれ単体攻撃だったよね、確か。単体攻撃で同じ属性で攻撃力4500の差。でですよ、アビリティ倍率は、マールーシャはね、あの、クリティカル50% だっけ ?30% だっけの確率でクリティカルが出て、まあダメージが、アビ倍率が結構上がるよと言った内容でしたけど、で、最低倍率が48倍だったかなぐらいで、最大倍率が70倍ぐらいだったと思うんですけど、はい。で、シグバールはというと、まあ条件ないんですよ、これ。アビ条件一切なしで、どの枠、どんな状況でも 58.90 出るっていう安定感。で、攻撃力2万5000。もう、なんだろうな、単純なダメージだけで言えば完全にシグバールの方が強いよねっていう。で、かつシグバールに関しては全ての属性に対して弱点が出せるといったところがあるんで、まあ PVP 以外で考えれば、まあシグバールがめっちゃ強いよねと、もうマールーシャは過去の存在だねといったような感じにはなってる。ただしマールーシャは結構あのバフとデバフが優秀だった気がするので、そう、スピード属性とあと闇バフデバフが15段階まで持ってけたような気がするので、うん、まあそこはやっぱバフとデバフの違いはもちろんあるけどね。まあ、単純にダメージの比較で言えば、もう完全にシグバールが上位互換になっちゃったっていう感じはします。例えば、そうだな。緑のリバースの枠、一つどっちか入れるかってなったらもうシグバール入れるよねっていうぐらいには強いんじゃないかな、シグバールの方が。はい。まあ、ちょっとね、あの、その代わりって言っちゃなんですけど、まあ、シグバールの方は闇、あの、デバフとかね、バフの内容がちょっとマールーシャよりも弱めかなというような感じは受けますね、印象としては。はい。まあ、その辺で、まあ、人によってはね、そういった使い分けができるとは思いますけど、うん。はい。これ一応単体攻撃で、まあ、2ターン闇バフ5段階、闇デバフ5段階、スピード属性バフ5段階、デバフが5段階、ギルト 170%。で、すべての属性に対して有利、6連続アタック。ただ、スーパーバースト強いんだよね。俺、スーパーバースト見て強いなと思った。普通に。まあ、スーパーバーストの倍率については、今のね、現行のギルト9と同じ水準ではあるんだけど、バフがね、攻撃バフ15段階と防御デバフ15段階ついてるんですよ。で、もちろんギルト 250% もついてるし。ってところで、なんだろうな。最近というか高難度とかでね、カウンターとかでデバフしてくるやつとか、いたりもするんで、まあ、この間のジャファーとかもそうですけど、そういった場面で、まあ、こういうバフとかデバフがついてるね、スーパーバースト何気に結構使えたりするんで、意外と使えるときは使えたりするんで、結構便利ですね、こういうのは。はい。まあちょっとカウントなしとかついてないんで、そこら辺は使いにくいっていう感じはあるけど、うん、マールシャは単発攻撃なんでね、その辺の違いはあったりするけどね。まあでもスーパーバーストは、割と、上位の強さのスーパーバーストなのかなっていう感じはします。はい。多分ね、でもスーパーバーストに関しては多分弱点は出ないと思うね、普通に。てか書いてあるな、普通に。闇のスピード属性って書いてあるわ。はい。なんでそこら辺は注意ですね。アビリティ打つときはパワー属性になるけど、スーパーバースト打つときはスピード属性みたいな感じになるので、つまり。なんで、まあ、ここもやっぱり、スーパーバースト使うときは、その、スピードバフが乗ってないとダメージ出ないよ、という感じになるので、まあ、その辺本当に気をつけて使わないとシグバールは思ったより火力出ないよみたいな時もあるかもしれないですね。はい。って感じなので、まあ、総合的に考えると、まあ、無理して引く必要は正直ないのかな。やっぱ単体攻撃だからね。この曲2万5000でアビバ率も高いって言っても単体攻撃だからな。そこが結構ネックかなって気がする。
ので、あと PVP で使えないしね、 PVP で使えないし、単体攻撃、まあほんとね、敵が単体の時のあの高難度クエストとかっていうところだとめっちゃ強いとは思うんだけど、普段使い、例えば殺し、エネミーコロシアムとかでね、ハートレスいっぱい出るよみたいなとこだと使いにくいしですね。なんで、まあレイドだとめっちゃ強いと思うね。レイドボスだと、まあ弱点取れるから、まあ例えばレイド 200% つけた状態のシグバル持ってるとかなり便利だとは思う。どのキーブレードも使えるしってところで。で、最近ね、属性関係ない、アップライトとリバースどっちも関係ないっていうね、バッドガイブレイカーとかも出たんで、そういう意味では結構バッドガイブレイカーでも使いやすかったりするのかなっていう感じもあるし、まあ基本は緑のリバース入れる枠が少ないんで、スピリット枠運用になるとは思うんだけど、そうですね。なんで、まあレイド、めちゃめちゃ頑張ってるよって、まあ最近そんないないと思うけど、レイドがめちゃめちゃ頑張ってるよって人はね、レイド 200% のシグバール作ってもいいかもしんないですけどね。はい。で、ちょっとそういえばそうだ、パテメンがなんか、パートナーメダルに用意しときましたって言ってくれたので、せっかくなのでちょっと、シグバール使ってみようか。あー、そうだ、このベッツさんの話もしたいんだけど、まあいいか、とりあえず、それは次回の動画で。いた。これ、ボイスついてないのが残念だよね。ボイスついてないのがとても残念だよ。はい。ということで、ちょっと一旦、使ってみましょう。アルテマショットなんで、まあ多分あれだよね、13機関メダル、普通の13機関メダルのシグバールと同じ性能にはなってる、見た目にはなってると思うんだけど、アルテマショット、アルテマショットって書いてあったよね。ここアビメイまでは出ないのか。いきます。おお、おお、何気にでも初めて見たかもしんない、シグバールの、シグバールのアビモーション初めて見たかも。なるほど、なるほどね。もう一発、もう一回やろうか、もう一回やりたい。あ、倒しちゃった。まあ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 、あんな感じですよ。なるほどね。これ見て、ちょっとシグバール欲しいなって思った方いるかもね。だ、ほんとボイスついてればな。本当はさ、なんだろう、何でもよかったね。ロクサースでもよかった。ロクサースだけでもよかったからさ、なんかセリフついてればね、よかったと思うんですけど、キングダムハーツ3で結構匂わせ風のセリフよく言ってたから、ね、そういうやつでも、あ、これじゃねえな。これじゃねえ。お知らせか。はい。まあ、そんな感じなんで、まあ、シグワル好きな方とか、あと、なんだろうな、緑のリバース、まあ、結局緑のリバースで使うっていうよりは、全属性有利なんで、属性変わっちゃうからね。っていうところですかね。欲しい方は引いてもいいし、単体メダルとかね。まあ、いや、単体ってとこがネックだな。全体攻撃だったら、まあ、かなり強かったとは思うんだけど。ですね。はい。なので、僕が本当一番痛かったのは、攻撃力2万5000がもうこれからは、当たり前の世の中になってくるよと。で、その合間合間で攻撃力3万のメダルが出てくるよといった環境になってくるので、で、それが痛かったです。多分月末にもおそらく攻撃力3万のね、ロクサスに続く攻撃力3万のメダルおそらく出ると思うんで、はい、って感じですね。なんで、まあ、あと値下がりドローっていうこともあるし、ロクサスとかね、違うメダルに覚醒つけるためにガチャ回すっていうのも全然ありでしょうし、はい、そんな感じですといったところで、今回の動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったって方はぜひチャンネル登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。